さて、いよいよ白組は最後の取りの方となりました。彼の歌は桜の花が散る時の歌です。男にとっては桜の花が散るというのはちょっとかっこよく聞こえます。本当潔さというのが私たちの目の中に浮かんできます。彼はこの桜の花が散る時の気持ちを歌に組み込みながら力いっぱい聞かせてくれます。それでは聴いてください。この歌、桜の花の15分、平田信弘さん、どうぞ。
はいません。この曲で勝負ですよ。この方も素晴らしい声の持ち主です。はい、では赤組の大谷は坂本冬美さんの名曲大橋沙莉さんに歌っていただきます。曲は ショーマイルがどちらに行くっていうことは、これからの楽しみで
0041 Helena Takemi